スフレスフレは、メレンゲに、様々な材料を混ぜオーブンで焼いて作る、軽く、ふわふわとした料理、主菜、または、デザートとされる。スーフラはフランス語で、服を意味する動詞スーフラの過去分子系。17世紀のフランスで、菓子職人が卵白と砂糖を混ぜて焼き、パンのように膨らませる技法を発見した。やがてそれが卵黄と泡立てた卵白を混ぜて焼く、オムレットスフレに発展していった。 今日のスフレの最も古い記録は、18世紀半ばに、バンサン・ラ・シャペルが残したレシピである。ベースにクリームソース、ベシャメルソース、モルネーソース、ピュレなどを使い、ここに卵黄とメレンゲを加えて焼き上げることで、ふわりとした食感を持たせる。主菜にするときは、肉、魚介類、野菜などを入れる。デザートにするときは、チーズチョコレート、レモンなどを入れて甘く、味付けをする。ベースは、 スフレの味を決めると同時に、気泡の膜に水分を与え粘りを強化する役目を果たす。ベースの水分量は、スフレの仕上がりに大きく影響し、多すぎると膨らみすぎて、型から溢れ、少なすぎると卵白とよく混ざらなかったり膨らみが悪くなる。また、ベースの成分も気泡膜の粘りに影響を与える。ベースと泡立てた卵白を混ぜるときは、ゆっくりと段階的に切り混ぜ、 気泡をなるべく潰さないようにする。オーブンから出したばかりのスフレは、容器から高くはみ出すほど膨らんでいてふわふわと軽いが、その後20から30分でしぼんで、小さくなってしまうため、焼きたてをすぐに食べる。しぼんだスフレを再度加熱すると再び膨らむが、水分はその都度損なわれて、硬くなる。食べる際には中央にスプーンなどで穴を開け、 生地に合った種類やチョコレートソースなどを注ぐことで風味が増す。スフレは様々な形や大きさの皿を使って作ることができるが、伝統的に紙を巻いたスフレカップまたはラメキンで作る。スフレオムレツのように型を使わないスフレもある。アルフレッドヒッチコックはスフレが好物だったが、出来上がりを気にするあまり、焼いている間はずっとオーブンの前から離れられなかった。 だが確認しようと途中でオーブンを開ければ熱が逃げてスフレがしぼんでしまう。そのストレスについに耐えきれなくなり扉が透明で中が確認できるタイプのオーブンを購入するまで妻がスフレを作ることを禁じたというありがとうございます。